どうもー、どうも、彩香とヒロでキムちゃんズでーす。どうもー、どうも、久しぶりじゃない、ヒロさん。久しぶり。元気ですか？元気ですよ。めっちゃ元気やんな。めっちゃ元気。楽しそうに、いつもご飯作ってくれんねんな、うん、ルンルンって。ハマらい。ハマったん、料理。凝り性やからな、一回ハマると楽しくなっちゃう人。楽しい。あれやろ、ちょっと久しぶり、期間空いた動画やからちょっと緊張してんねやろ、緊張してんねんで。ちなみにですね、はい、前言ったっけ、これ前言ったっけ、ヒロさんの作ってるアクセサリーが、新作、秋の新作が完成したようで、うん、まあ私はちょっと今まだポップな服に合わせてね、今日はポップなやつをつけてるんですけど、うん、秋の新作はね、なんかね、ちょっとね、上品な私のコンセプトがふんだんに使われてるやつを作ってもらったので、よかったら見てください。いわゆるオータムとかウィンターってやつですね。いわゆるね。なんで英語で言うの？今日もなんかつけてるやん、可愛らしいの、うん。これめっちゃ可愛い。見せて。これはでもちょっと売り物じゃないの。ひろくんないけど。やつ。可愛い。やつ。普通に可愛い。これも売り物じゃない。自分用。気に入ってんの？うん。なんか今までの概念とさ、こういうお花とかさ。うん、女子が、私とかがつけるようなイメージだったかもしれんけどさ、最近関係ないからね、もう関係ない、めっちゃ可愛い。まあよかったら、ヒロロアート、概要欄にも記載あるので、よかったらメルカリショップ見てください。よろしくお願いします。最近それと家事やな。そうこそ活やってます。そうですよ、はい、今日の本題はそれじゃありません。なんなら一番私らの本業であることですね、今日の本題は。これだね。何これ、こっちまでいこう。何、今日の本題はですね、題して、タイトル考えて、言っていい、発表していいですか。言って。まずタイトルから言います。君の推しに届けプロジェクト。よくない、わかりやすくない、なんとなくはわかるやろ。君の推しに届けプロジェクトです。はい、はい、このプロジェクトはですね、いつもさ、自分が推してるアーティストに元気をもらったり、癒しをもらったり、いろんな感情をもらって毎日楽しく生きられてる、まあ、いわゆる推し活をしてる方々たちがメインの楽曲を私たちが、主体となってみんなで作っていくというプロジェクトです。なるほど、伝わるかな。なるほど、どういうことかっていうと、推しに関する感謝の気持ちってあるけど、まあ、ファンレター書いたり、皆さんメール送ったりすることは多々あると思うんですね、うん、あとは、まあそれが許されているアーティストであれば、ライブに行った時にうちわ作ったりとかね、それが OK な会場もあるから、はいはいはい、そういうのでこうアピールする方もいると思うんですけど、うんうんうん、じゃなくて単純にこう感謝を言いたいんだけども、なかなか本人に伝わってるかどうかわからないことってあると思います、うん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 、もちろん活躍していらっしゃるね、もうすでに売れていらっしゃる第一線のアーティストの方っていうのはみんなの気持ちは痛いほど分かってるとは正直思うんですけど、うん、じゃなくてもうちょっと形にしたいっていうか、うん、もうちょっと一致団結したい、うん、そうそう。でなんでこれをやろうと思ったかっていうと、生配信私たち結構、私たちってか私メインでたびたびやるんですけど、その時にみんなで会議することがたまにあるんですね。なんかどうしたらもっと日本の音楽とかグループがもうちょっとなんか活躍しやすく、そして結果も出しやすくするためにはどうしたらいいかみたいな話をした時に、こういう話をしてくださった方がいて、私たちの案じゃないです、だからキムトモさんの案です。キムトモさんっていうのは私たちの、まあ視聴者さんの名前なんですけど、素晴らしいね。そう、キムトモさんのおかげで、なるほどとなって、それは私たちにしかできひんことやし、なんでなおかつみんなもできることやねんな。でそのみんなに何をしていただきたいかっていうお話を今日するんですけど、推しに関する気持ちを書いてほしいです。気持ち、気持ちで、もうすでに書いてくださった方はいらっしゃるので、それはその動画からピックアップするので安心してください、うん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 、ピックアップするっていうか、そのピックアップできるか分かんないよ、まあ、まとめていくって感じ、なるほど、ね、でまだ書いていない方とか初めて知った方はぜひこの動画のコメント欄に日々の推しに対する感謝の気持ちを述べてください。面白いよね。面白い。で、そのアーティストは関係ないんです。そういうことじゃない。推し活が主体となった曲なので、アーティストとかそういう固有名詞とかは全く関係ないので、誰のファンであっても OK です。うん、例
えば、まあ、私だったらそうね、まあ、誰でもいいんですけど、まあ、例えば、JO1 の河野純喜さんという方がいるんですけど、うん、彼の歌声を聞くと痺れるのよ。痺れるし元気が出るし、でも癒されるし、あとはなんか生活にこうなんていうのかな、こう花が添えられるような歌い方をするんですね彼は。だからそれに対して、まあ、簡単に言ったらいつも元気をくれてありがとうみたいなことですよ、簡単に言うとね。でもそれをもっとロマンチックに書いてくださってもいいし、そういう歌詞みたいなのはちょっと苦手っていう方であれば、日記みたいに、ほんまにお手紙みたいに書いてくださってもいいです。歌詞っぽくするのは私の仕事なので、そこまでしなくていいです。なるほどね。はい、なので皆さんが書いてくださったコメントを集めて、私が1曲の歌詞にしていく。でそれをヒロさんが今度演奏してくださったりとか、いろいろ形に、最終的な形にして、で最後私が歌ってまた編集してもらって終わるっていう形なんで、だいぶかかるプロジェクトです。かかるね、だいぶ時間がかかる、今年中にできるか分かんないっていうレベルなんですけども、できれば考えてるのは、その皆様の推しに届くように頑張りたいと思うので、できればクリスマスプレゼントに発表したいんですよね、となるように。だから結構タイトなのよ、もう10月になるからね。だからちょっと急ぎ気味でまずはコメントいただいて、締め切りもいつかある程度揃ったらもう言うので、その時点から私たちも作業を開始していきますので、よかったら、まあ、皆様の普段してる推し活のなんかちょっといつもより若干壮大なっていうんですかね。そうですね、正直私たちもどうなるか分からんっていうか、こんなプロジェクトやるって言ったのはいいけど大丈夫かなみたいな、ちょっと不安も正直あるんですけど、自分にしかできひん推し活を考えてた結果、曲作るとかどうですかって言われた時に、ほんまやなと思って、それずっとやってきたのになんで活かしてないんやろってちょっと思ったから。確かに、なんかみんながハッピーになって自分らも曲作れるんやったら、そんな幸せな世界線ないなと思って、まあ、曲作るって結構しんどい作業ではあるんですが、みんなの思いがあればなんとか作れる気がして、それもあって、今回は、形にしようかなと思っています。最終的な目標はもちろん皆様の推しに届くことです。なるほど、見たよっていつか触れてもらえることです、はい。でまあもうちょっと先のことを言うと、まあ、動画としても作成したいので、曲だけじゃなくて、まあそうね、その動画もどうやって作るか今ちょっと考えているので、その時はまたご協力いただける方はぜひね、ちょっとお声掛けするので、動画作成に関してもちょっと考えておいていただけたら嬉しいです。なるほど、はい、ある程度考えてはいるんだけどね、はい。で、最終論、もちろんこの曲を1曲シングルとして発売させていただきます。お、発売させていただくんですけど、それは著作権フリーでいこうかなと思って、著作権なしで、皆さんが作る動画とか、なんか結構推し活で動画作ってる方もたくさんおられるので、全然作ってもらっても、使ってもらってもいいように、作っていこうかなと思っています。だからそれはあれでしょ、要は販売はするってことは、買ってもらって、そう、買ってもらったらもう自由に使っていいですよ。そう、普通はあかんね、普通はあかんけど、今回に限り、そういうプロジェクトやからやっぱ広めないと意味ないかなと思って、今回は著作権フリーでいこうかなと思ってます。なるほど、はい。著作権者はあんねんけど、私たちにそこは記載していただければと思いますけどね、そんな感じかな。なんかご質問等あればぜひコメントいただければと思いますけど、どうですか、曲を作る身としては。なかなかですよ、これ多分、ね、人巻き込んでるから、なかなか大変だと思うね、どうなるんですかね、なんか言おうとしてんけどな、久しぶりやから、頭回ってへんねん、ねろさん、緊張してんねんで、なんか言おうとしてんけど忘れたかな、やばいなみんなヒロさん喋るの待ってんのに、もう一回言おうとしてんけど忘れた、やばいな、自由やね、それぐらいかな、言い忘れてることないかな。ああそうそうそう、その昔のアーティストさんと違ってさ、最近のアーティストさんってやっぱ距離感近いやんか、だから自分はそう思ってるんですけどね、だから声とかなんかすぐ届きそうというか、SNS のおかげでね、確かにあるんじゃない。そうそう、だから必ず届くものと思ってこっちは作るんで、なるほど、頼もしいね。そうそう、
大きな船に乗った気でいてみたいな。ブーンって行くの。なんでやねん。なんで車に。マイクロバスでみんなで行くみたいな。マイクロバス。ピクニック行くみたいな。いいよマイクロバス。いい。いやまあ、はい、どうなるか分かんないですけど、うんうん、そういう覚悟で頑張るし、ね、今まで私たちも何気なくやったことがね、何気なく演奏したことが本人に見てもらう機会ってめちゃくちゃあったので、実はいろんなアーティストさんで、でコメントいただいたり、リツイートいただいたり、直接メッセージいただくこともあったし、海外のアーティストさんでも実はあるんですけど、それぐらいリアルなんですよ。だから一言じゃないのよ本当に。自分の書いた歌詞がマジで推しに届くかもしらん。届くと思う、うんうん、そんな楽しいことある？すごいよね。ね、なんかウィンウィンじゃない？うん、喜んでもらえると思うし、うん、こっちもなんか推し活として結構なプロジェクトに関われるような気がして、自分も、ね、確かに分かんないよ、分かんないけど、まあそうなるように頑張るから。うん、はい、もしご興味ある方はぜひコメント欄に、普段の推しへの気持ちとか、もし可能な方とかやってみたいという方は歌詞っぽく書いていただいてもいいです。ただ、うん、そのまま全部を引用することはもちろんできないので、そこだけね、うん、どうしてもストーリーがいるからね、うん、なのでいっぱい書いてもらうっていうよりは、まあ、簡潔に5行以内ぐらいで書いていただければ嬉しいです。あとね、やっぱ、うん、そうね、自分の口から言えることはどんな言葉でもいいんで、やっぱ自分の言葉がいいんですよね。あ、そうそうそう、そうそうそう、一番嫌なのが輝く未来とか、そうそうそう、ありきたりなのは一番使えないかもしれない。あとその有名なアーティストさんからのその歌詞の一部取ったりするのもダメです。それは著作権的にダメです。そうそう、だからできるだけ、うん、しゃべり、どんな言葉でもいいので喋り言葉がいいです、ね、できれば。そうね、著作権的なことは絶対ダメ、固有名詞もダメです。そう、はい、それぐらいかな、うん、あとは自由に、あとは自由にって感じですね、はい、私がやるのでね、うん、あとはね、はい、任せてください。はい、ということで今回はヒロさんが久しぶりに動画に出ました。どう、うん、うん、緊張してきた。してきた、もう終わりやで。怖いな。さすがやね。はい、こんな調子です、いつも。はい、もしご賛同いただける方、ぜひコメント待ってます。いつもそしてありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。出たよ。